世間の皆様いかがでしょうと、うん、いやそれってやっぱりその、まあ、そういう見てほしい云々じゃないけど、はいはい、あ自分的にあ自分がやってることうまくいってるぞみたいなね、うん、そう考えた時には麻雀というのは強気にいけるんですよ、はい、反対にあれ打っちゃってると、例えば一発目に一発で例えば打っちゃってたら、はい、行き過ぎたかなみたいなのあるじゃないですか、うん、だけど3層は切るんだよ、うん、イーソーリアンソー自分で切ってたんだよ、なのにでも3層は行くんだよ、はい、ローソー統一だよ、だけどイーソー止めるんだ、みたいなね、うまくいってるよね、だからまあこれ太郎くんは強気でたとあの多少言っても大丈夫じゃないですか、はい、さあ局面はトンの4局となっております。親は猿川、ドラは言いそう、白の1枚目から仕掛けて出たのはこちら太郎です。トイトイですか、うん、本一にはしてないですよね。あー前原スーピンに続いてローソーは絶好、手が伸びているぞ、まあ、ローソー絶好っていうのが一体何なのかっていう話だよね、はい、要するにローソー絶好っていうのが太郎くんが動いたからでしょ。あなるほど、確かに、うん、動かなければ全然絶好の範囲なんか来ないんだから。さあ太郎はこちら、猿川が親番でチューンを仕掛けました、まあ、猿川しょうがないよね、あの太郎くんが仕掛けた、ね、それに対応していっただけで。おお前原ローマンを切りましたか。これ前原チャンスだと、きっと相当チャンスですね。イシャンテンですよ、手がどんどん伸びてるもん、うん、瀬戸熊もチートイドラドラのイーシャンテンで、ね、はい、そして猿川もこちらチューンを仕掛けていて、イーシャンテン両面両面、いやみんな早いぞ。太郎はちょっとネックが見えます。これが一番あの太郎くんが一応これリーチだね。これイーソーイーソドラですからね。文句らしい、ね、イースチーソーは前原の先生リーチ、もうパイをこう何二人の泣きでパイみんな前原くんとこに流れ込んだ、はい、うん、ただイーソーが多分残りイーソーは1枚ですかね。1枚です、ね、まあ、イースチーソーだからね。猿川スーマン無筋ですが切っていく。太郎の手はちょっと真っ向からは向かいづらい。これはもう あのやめる手ですよ、はい、もうやめましたね、うん、ダッサイだ。またしても2回のリーチが2回とも一発つも、裏ドラはありませんがこれは十分リーチつも一発イーペーコードライチ、まあ不服ですよね。裏ドラ欲しいところやはり、うん、そうですよね、うん、2戦4戦の一本場のつも上がりとなります。まあせめてこれ一発つもんなきゃいいけどね、はい、あやっぱりいい班余ってるじゃない。ご飯役の番なんていうのはちょっとイーペーコードライチドライチでいい班余ってるでしょ、ええ、ここに無駄がありますよね。ありますね。ドライチ